ソウル市内の一般路線バスの例韓国のバスは大韓民国のバス事情について述べる。韓国の路線バスは大別して高速バス、市街バス、市内バスの3種類に分けられており、それぞれ認可する干所が異なっている、軍内バス、農業村バスは軍である。車両については高速バス、市街バスは基本的にリクライニングの座席が並ぶタイプであり、市内バスは 通勤型と座席型の両方がある。冷暖房は基本的に備わっているが、地方の市内バスでは一部比例房車もまだ存在する。国土が狭い土地柄、市同士を結ぶ高速バス、市街バスはほぼ全ての市に向かう便があるため、網の木上に結ばれているが、市と軍を結ぶ市街バスは、ソウル特別市とかつてはその道に属していた。 広域市と道の中心都市を結ぶ便しかない。なお、ソウル特別市とその外郭地域では2004年7月に大規模な運行システムの変更が行われた。その後、2006年12月には公衆広域市でも似たような新しいシステムが導入されている。2011年下半期から路線バスを運転する際には第一種大型免許だけではなく、 バス運転資格が必要になる。高速バス高速バスの例高速バスは、運行区間の60%が高速道路である、バスとされる。ソウルと軽気道異園の地方都市とを結ぶ路線や、中、長距離の都市間を結ぶ路線などで運行される。なお、講義の市街バスは、後に述べる市街バスのみならず、この高速バスをも含む。韓国の高速バスは、 基本的に法律により、途中停車は許容されていないが、例外として起点または、終点と同じ行政区域や乗り換え指定 SA 等に、限って停車が許容されている。かつては、行き先表示器を装備している車両はほとんど見受けられず、フロントガラスの内側に行き先表示板を掲げている場合が多かった。近年では、LED 式の行き先表示器を設置している車両が、増えている。 高速バスの場合、アルファベット、漢字でも行き先を併記していることが多い。乗車前に乗車券を購入する必要がある。座席は乗車券入手時に全て指定される。長距離の路線では途中休憩所で10から15分ほど休憩することができる。車内には基本的に化粧室はない。座席や運行時間によって以下のような区分がある。市街バス中距離の都市間や 地方の軍の中心地、観光地などの間を結ぶバスを市街バスと呼ぶ。高速バスと異なり、座席の指定はない場合もある。中には、運行区間の60%以上が高速道路であると思われる路線もあるが、通常、高速バスとは区別される。高速バス同様に、フロントガラス内側に行き先を掲出する場合が、多いが表示はハングルのみの場合も多い。 乗車券は基本的には事前購入だが車内で生産できる場合もある。途中の停車パターンにより以下の2種類に分けられる。市内バステグ広域市内の一般路線バスいわゆる鈍行で沿道の定められた停留所に一つ一つ停車していく。韓国では市、軍で一律認可する制度となっており、運行会社は同じ市内で複数あるものの、 同じ市のバスであれば、同一の料金体系やサービスが受けられる。ただし別の市へ乗り入れている場合も多い。一般的には、市内バスだが、地方の軍においては、軍内バスと呼ばれる。また、仮想地域の軍では、農業村バスであり、軍内バスとは、呼び名が区別されている。特に市、軍境をまたいで走る路線においては、前日の直通、直行バスとの対比で、観光バス、 和年ポスとも呼ばれる。行き先表示器を装備していない車両が多く、本数の多い都市部では、運行経路や系統番号を表記したステッカーを車体に貼り付け、限定運用している車両が多いが、側面や前面の表示板が交換可能になっているものもある。また、本数の少ない市内、群内バスでは、目的地や経由地が一つずつ記された札を路線に応じて、 フロントガラス下に並べて掲出している姿が見られる。表示はほとんどがハングルで英語を併記している例は少ない。なお、富山では、社外 LED 方向幕者の場合日本語も交互に併記される。料金は基本的に社内での支払い、生産となる。南原市、密用市以外の支部の市域内、一部の軍部の軍域内では一律料金で、 軽軌道と南原市、一部の軍部では距離による全造性になっていることが多い。また、リクライニングシートが並ぶタイプは座席バスと呼ばれ、一般の座席吊り革のタイプより料金が高いのが一般的である。なお、市内バスの中には一部高速道路を走行するものや、市、軍境をまたいで運行されるものもあるが、一般道路上において各停留所に停車していくものは、 市内バスと呼ばれる。空港バス、大会航空が、インチョン国際空港ソウル市内に運行している、KL リムジンバス空港とその周辺地域等を結ぶバス。空港リムジンバスとも呼ばれる。距離や対象とする利用者層等によって、運行形態も異なる。全般に、車体の前面や側面に発着地等の情報を、貼り付けて、限定運用されている場合が多い。 ソウル特別市とその外郭地域のバス、運行システムソウル市内の中央バスレーン区間、かつてはソウル特別市内及びその外郭地域においては、運行距離、路線の性格ともに、様々な形での路線バス運行が混在していたが、2004年7月に運行システム及び個々の路線の経路等根本的な見直しが行われた。 その結果、その役割や距離によって、以下の4種類に分けられ、それぞれが共通の車体色で塗装されることになった。また、バスの路線番号については、市内を8つのエリア、外各地域を7つのエリアに分け、各エリアの番号を織り込んだ、共通の番号振り分け方式の適用を受けることとなった。ソウル市内では、路線バスの運行円滑化のため、主要道路の中央に、 バス専用レーンと停留所を設置している。運賃は、軽軌道のバスや、首都圏電鉄と互換される、首都圏統合料金制が適用されている。公衆広域市とその周辺地域のバス運行システム、公衆広域市とその周辺では、市内バスは2006年12月21日に、大々的な運行システムの改変が行われた。主な改変内容は、以下の通りである。 ただし、既存の路線、運行体系に比べあまりに大幅、全般的な変更だったのと事前の広報不足や、利便性の減少による影響等についての事前調査の不足などから、市民から多くの批判が寄せられた。この結果、2007年2月に再度一部を変更し、一部路線の増便や廃止された路線の一部復活などを行った。バスの種類は以下の通りである。 運賃の支払い、生産の方式運営、経営形態バスターミナル基本的な構造は、日本や他の国の一般的なバスと同じだが、韓国は、車両は、右側通行であるため、バスの出入り口も、車体の右側にも設けられる。ノンステップバスについては、近年導入が進められ特に、ソウル都心部では、ヒュンダイ製の CNG ノンステップバスが、主流になりつつある一方で、 2019年現在においても、いまだに従来型のツーステップバスが新車で製造を続けており、ソウル都心部を除く地域ではいまだにツーステップバスが主流である。車種では、ヒュンダイニュースーパーエアロシティが7割ほどのシェアを占めており、ダイウなども存在する。また、ソウル都心部の1711系統、普山の107系統や83系統や41、 系統などにヒュンダイエレクシティ電気バスが導入されており、今のところ普山の方が台数が多い。ヒュンダイエアロシティは、ソウル都心部では401系統に CNG、ノンステップバスがわずかに残るのみとなり見かけることは少ない。普山では、エアロシティはほぼ全社引退し、ミャンマーのヤンゴミやベトナムなどに輸出されている。なお、日本のバスのように、 車体広報に通常使われない非常ドアが備わっている車両は韓国では一般的ではない。都市部では環境対策として新車導入の際原則として CNG バスなどの抵抗会社とすることが義務付けられている地域も多い。市内バスのみならず運行区間の比較的長い広域バスでも CNG バスが導入されている。各車両にはすでに系統番号と 路線図のステッカーが車外と車内に貼り付けされており、特定の系統以外の路線には充当されない仕様であることが韓国国内全土での原則となっている。ただし、導入時点でバス運送業務に従事しているものは一定期間内に申告すれば無試験で取得可能。一部の高速バスには座席指定のないものもある。常駐参照。ただし、 バスターミナルを発着する路線の場合、ターミナル内の窓口もしくは、自動券売機で、乗車券の事前購入を求められるところもある。A 川氏のように、市外料金を徴収しないバスもある。密用氏は距離による、区間性 ABK ポップスター、ソウル支局編集部、おいでよ。ソウル地下鉄バスタクシー県ナガイド、マガジンランド、2006年、ピアニッシも、 55から59、バスラマインターナショナル86号ピアニッシ九92から93、エビーバスラマインターナショナル94号ピアニッシ八82から83、バスラマインターナショナル153号ピアニッシ七78から792009年5月現在、車体を固有色で塗装することは行われていない。鉄路23号、 P467 から468、鉄路23号、P487 から488、バスマガジンボリューム 61P54、バスラマインターナショナル83号ピアニッシモも11から12。ありがとうございます。